暑すぎる。もう見て、シミができました。いや私もね、もうできそうだからちょっとこういう風に版画みたいにしてこうつかないように。版画ってんねん。版画みたいにこう。版画って何？版画、版画、漫画、版画、版画、かける、洋服をかける版画。あ、ハンガーね。なんか最近さ、ずっと部屋で撮ってることが多かったから、うん、ちょっと外出かけてみようよみたいな感じで、鳩ね、鳩に睨まれてるのね。来てる来てる。俺もう鳥がめっちゃ嫌いやね。めちゃくちゃ嫌いやね。で今回はね、うん、ご利益があるようにとか、ピロシキーズのねパワーを上げていこうということで、ちょっと神社巡りをやろうかなと思って。あ、なるほどね。で、あれちゃんは巫女さんやってるからな。言うて、外国人が神社とかそういうところに行くことによって好感度、好感度上げんじゃねえよ。上がるやろ。今日来たのはですね、オヌテル崎神社でございます。イリアですね。イリアの駅近くにある神社で、ね、うん、芸能神社なんだよね。ええことやん。花園も芸能やん。花園もなんかみたいだね。でもここなんか有名になった理由があって、厚見清さん、あとこちらよっていう虎さん役で出てる、そうそうそう、人が売れる前に芸能活動をやってたんだよね、うん、売れたいな売れたいなっていう風に頑張ってたんだけど、なかなか売れなくて、で彼はこの神社に来てお参りをしたんだね。僕に何かの役をください、芸能界で売れさせてください、そしたら僕のタバコを一切吸わないようにします、もうやめます。僕のタバコを吸わないようにする他人のタバコやったらいいってこと？いや、そういうことですそれだけ気持ちがすごい強かったっていうので、ここにお参りしたらなんと寅さんの役をもらったんだ。じゃあ俺と一緒やん。全テレビ出られへんかって花園神社に行って、神様、今から私がお願いすることを聞いてください。言い方よ。私が売れますようにって言って、その代わり、うん、もう今後男は一切いりません。で男がおらんくなったことによって、仮に売れたとしても多分2年後ぐらいに神社に来てやっぱり男が欲しいって言うと思いますが、それを言うことを聞かないでください。に代わりタレントとして売れるようにお願いします。確かに今ちょっと男が欲しいって言ってんもんな。でも聞いてもらえないんだ、ね、聞いてもらえへん今で、そのお願いした1週間後にアウトデラックスとゴジムのレギュラー決まったわけよ。だから厚見清さんもね、決まってからタバコもう一生吸わんかったっていう話なんだけど、じゃあもう俺一生男できひんの？それはちょっと分かんないけど、だからまた気持ちがね、強い気持ちで男が欲しいってお参りすれば、もしかしたら男が不足できるかもしれない。でも男ができたらさ、今度は仕事がうまくいかなくなるんじゃないかとかね。まあでもそういうのある。なんかね、何でもかんでもうまくいくっていうのはちょっと難しいから、そこはちょっとね、自分で何が大事か考えて今日はだからここにお参りしよう。あんまり分からへんねんけど、神社とお寺は違うんやろ、うん、鳥居があるのが神社なの。寺は鳥居がないの？鳥居は完全に神社です。そうなんや。寺はないねや、鳥居が。調べておきます。なんこれどうやって入るん？ここ礼とかすんの？もちろんやで。ちょっとやってみて。だってあんた人の家に入るときにすいませんお邪魔します言うたりするやろ。せえへんや来たけど何かって言って、え、じゃあ、はい、やってみせて。どこで前に入って、うん、鳥居の前で、あ、前でなんやな。あら、こうやってあのね、あら、しっかりと、ね、真ん中を歩いていけないの。先に言ってよ。真ん中は神様が歩いて。遅いね。もう礼するときに真ん中、ど真ん中で来たやん。大丈夫、今直せたから。お金ちょうだい。うそん。俺お金持ってへんねん。電子マネーしかないからさ、ほんでさ、その礼するときのあれも教えてほしいねんけど、マナーみたいな。まずは2回2礼して2拍手してなりして、で1礼。なるほど。2212礼2拍手1礼ね。見てください。世界人類が平和であります。それを今日は祈ってまいりましょうかと思ってます。あともうちょっと気温が下がりますよでもさっきな、ちょっとここ入る前にな、外でおじさんに絡まれてんけどな。絡まれた言うなここの神社はなって言って、天皇陛下の家来を祀ってる神社やねんけど、だから昼間は天皇陛下の子に、まあ、いい神社やねんけど、夜になったら閻魔様に使えるからなとかってちょっと悪口言ってる人悪口言うなそうなんやから、今尺がないからないらしいので、今聞いたらちゃんとこれでここで手洗うべきらしいから、
何言うたらいいの頭の中で。住所よ住所。住所か。どこどこに住んでいる何々何ですって。じゃないとなんか神様がね願いを叶えに来るときにね住所がわからんと。願いを言った方がいいの。最初は会社を伝えて、でもし何かあればっていう感じかな。で、はい。願い事多いんちゃう？欲は良くないよ。欲を捨てるもんや。なんで合わせんの？そこも合わせなくていいよ。めっちゃ長いねんけど。この猿は何なん？なんかここにこう登るとご利益がもらえるみたいな。猫ちゃんおるよ。みゃん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 。おいで。かわいすぎる。何それ？かわいい。何でこんなかわいいの？私の次にかわいいわ。風のタイプとか水のタイプとかタイプ別があるのよ。生年月日を入れるとこの神社はこの風のタイプが向いてますとかが出てくるの。この間アレちゃんとお互い調べてみたよ。そしたら俺風のタイプやねんな。でどこが向いてるかって言ったら花園神社って出てきて、アレちゃんは空のタイプやってんで、な風と空はな相性悪いらしいで。可愛すぎるものを見つけた。起きちゃうから早く早く撮って。めっちゃ可愛い。なんかここの神社はね待ち受け画像を毎月出すの。綺麗。めっちゃ可愛い。ただめっちゃいいやん。それどうやって買うん？それお金かかんの？小野照崎神社って入れるとただでダウンロードできるから。何が特色ここね、なんか面白いのが厄除けのままであるんだけど、厄除けって普通に厄って書いてんだけど笠間になってんの。いろいろさあるけど俺よく分かってへんねんけどさ、うん、まあ、交通安全、まあ、交通安全やろ、うん、回復守りは何なの？回復守りは例えば病気してる時に早く回復しますように。あ、じゃあ病気の人なんや。で健康、まあ、病気併誘とか言ったりするよね。じゃあ病気の人は健康の守りじゃなくて病気併誘とか回復とかの方がいいがええんや、うん、健康守りはこれから今健康体でいるけどそのままずっと健康体でおりますようにっていう。ほんでさ、あれは肌守り、肌守りは肌守り、肌守りはなんか肌が綺麗でありますよね。そんなん、それ欲しいわ。じゃあそれ嘘やろ、適当に言ってんねやろ。ほんまはもっと深い意味があるのに適当に言ったら。いや、私肌守りそうだと思ってる、うん、肌守りって肌が綺麗になる。あ、そういう意味や。間違ってるやん。肌が綺麗になるやつちゃう。肌が綺麗になるやつ。危ない、信じるとこやった。あんたもう巫女やからさ、何でも信じてまうから、もうますます危険よ。ちょっと待って。納得いかんから、じゃあ何に聞くって言うのよって聞きに行って。じゃあずっとこう。首にかけて、常に花見離さず持ち歩くことによって、あらゆることが良くなるんやろ。そう、夢が叶うってこと。夢が叶うらしい。俺の夢言うたろか。汗乾いてほしい。早く乾いてほしい。ありがとうございます。マネージャーから300円もらいました。まあ私は現金を持ち歩いてないということでね、あらゆるものをね全てマネージャーのお金に頼ってるわけですけども、ペイペイで400円ぐらい送ってるから300円なんか嫌やな。で何をするかというとな、おみくじ引くの忘れとってん。300円を 嘘ついてませんよ、しっかりと300円、税込み300円。税込み入ってる。お、金取っ、あ、ちょっとユタさん悪い人ね。見て、パカーって開けるで。おお、かわいいおみくじでございます。チッチ、まあいいってこと。目上の人の引き立てにより思いがけの幸いがありますけれど、あまり勢いに任せて心におごり生ずると災いあり。だから
小原ブラスに感謝して忠誠を使う。目上の人って書いてんじゃねえか。恋愛ちょっと待ちなさい。小吉。商いっていうのは商売の商と書いて利益少なし。いやでも私もダメだったんだよね。ほら利益少なし、思わぬ損ありだから。私はやっぱ上の方につけるんですね。一番上。一番上につけといたから。なんであんたが立ってんだよ。はよ出ろや。はよ出ろやてめえ。あっち行ってよ。俺もそこがええねん。俺もそこがええねん。見て。おお。お腹大きくない？びっちょびちょやねんけども。いや中やったから。だからちょっとあんたも出たい言うから連れ出したんや。こっちは今日はちゃんとここにご利益があるように来たわけだから、ピロシキズがこれから再生いっぱい稼ぎますようにっていうことでね。ちゃんとお祈り。何お祈りさん。あ、ちゃんとその再生数ね、いっぱい稼ぎますように。俺は世界平和を祈ったで。あんたは目先の利益を考えたけど、俺は世界平和を祈ります。謎のこと言うね。うちはもう何回言ってると思ってんねん。もう働いてるし、こっちどんだけお参りしてると思ってんの。ちゃんと世界の平和も願ってんの。もう世界の平和なんて何百回も祈ったわ、まあ、じゃあいいな。近くに住んでる人がいればちょっと立ち寄ってみてください。今日はありがとうございました。